はい、皆様お疲れ様です。シュチュワンです。今日はですね、2023年の7月20日となっております。最近のニュースを、追っております。日銀がですね、 CBDC フォーラムを設置ということで、参加企業60社を公表ということで、発表の方がありました。これ結構ですね、インパクトのあるニュースなんですけども、はい、この60社の中にですね、ブロックチェーン関連企業っていうのが選出されました。その中にですね、なんとですね、コインチェック、ソラミツ、トレードワルツ、ブーストリー、データチェーン、SBI ですね、それからスターテイルラボジャパンですね。はい、知ってる方も多いと思いますけども、コインチェックはともかく、ソラミツですね、それからデータチェーンさんは、はい、コスモス関連となってますし、SBI もそうですけども、スターテイルラボジャパンなんかはですね、渡辺壮太さんのね関連とか、そういったことになってくると思います。日銀がね、今回、発表ということになってますが、今年の2月にですね、4月よりパイロット実験を始めるということでね、デジタル通貨についてですね、日銀が、発表していたんですけども、これに合わせて日銀は CBDC の、制度設計を適切に進める観点から、フォーラムを、ね、設置したということで、予定を発表したわけですね。はい、この中でリテール決済に関わる民間事業者に対して参加してくれということで、幅広いテーマについて議論検討を行っていくということで、民間の企業も含めてですね、そういった、ディスカッションの場が持たれるということになりそうです。はい、非常に前向きなですね、展開だなと思ってますし、いよいよですね、動いてきたなっていう感じがしております。はい、ワーキンググループ前にってことで書いてますが、現金と CBDC の交換について、CBDC のビジネス活用ですね、それから民間決済インフラとの接続などなどですね、いろんな分野に分かれてですね、いろんなテーマについてですね、月に数回程度の会議の中でプレゼンやディスカッションを行うということになっております。はい、フォーラム第1回会合はですね、7月20日15日ということで、本日ね、いよいよ今日ですね、開催されるということで、はい、非常に、面白い展開が、待っていそうです。で、 CBDC フォーラムの参加企業についてはこのような感じでですね、いろんな銀行さんですね、はい、イオン銀行とか、いろんな地方銀行さんもおられますし、ソニーなんかいますし、ソフトバンク、ソラミツですね、大和証券株式会社とか、大日本印刷とかね、いますよね。いろんな、名だたる東京会場、日東とか、いろんなところが参加してですね、はい、今回ね、行われるということで、非常に大きなフォーラムとなりそうですね。はい、この中にですね、ブロックチェーン関連企業として、データチェーンさんがいるってことは本当にね、すごいなと思いますし、NTT さんもそうですし、はい、アトム、コスモスを応援している身としてはですね、非常にね、今後の展開っていうのが期待しかないなというところですね。はい、ステーブルコインに関してもプログマとですね、いろいろ、展開もありますし、今回のね、デジタル通貨というところでね、日銀主導というか、日銀が、フォーラム設置ということなので、はい、非常に大きなところが動いてきたなというところですし、いよいよこういった段階になってきたなっていう、進行状況が伺えますね。はい、その中に今後ね、そういったデジタル通貨とか、インフラっていう面でですね、コスモスの技術っていうのがですね、使われるっていう可能性が非常に大きいと思いますし、今現在ですね、いろんな、コスモス界隈のね、状況を見ていると、やっぱり IBC もそうですし、つながりができてきている、外部とのチェーンとのつながりとかっていうのも出てきてますし、非常にIBC がね、使われているケースっていうのが、多くなってきてるなというところです。そういったことでですね、ステーブルコインもそうですし、 CBDC ということで、中央銀行デジタル通貨っていうことに関してもですね、何らか、今後ですね、進展があるのかなと思いますし、何もなければこんなことはしないと思いますので、いずれにせよ、コスモスの技術っていうのもですね、使われていけばいいなというふうに思っております。はい、暗号通貨、ブロックチェーン界隈全体で見てもですね、総合運用というのは非常に、必要なものになってくると思いますので、使われないわけがないなっていう感じで、ね、僕は思ってますけども、はい、異なるブロックチェーン同士が、通信を行うってことはやっぱり必要なことになってくると思います。
はい、ということで、まあ、今日はですねこのビッグニュースっていうのが、まあ、飛んできましたので、できるだけ早くねお伝えしたいなというところで冒頭ね、動画の方を撮っております。はい、あと最近のニュースで言いますとですね、コスモスハブの、インフォーマルシステムからですね出てるブログになりますけども、ブログ更新ということでね、6月、となってますけども、はい、ICS-V2 リリース、 ICS-V3 をリリースということになってます。でガイア V10 アップグレードということも、書かれていますけどもね、はい、あとストライドの起動と、リキッドステーキングモジュールということで、ストライドに関してはコンシューマーチェーンとしてね最近稼働ということで、ニュースになってます。はい、リキッドステーキングモジュールのメンテナンスの長期計画でストライド、イクルージョンおよび、バイナリービルダーと協力しましたということで、インフォーマルの方の、更新というのがありました。はい、それからですね、クリプトダニによる、ビデオではですね今後5年間のアトムのさまざまなインフレシナリオが示されていたということで、例えばインフレ率を 20% に設定するとアトムの供給は2028年までに2倍以上に増加すると。しかしインフレ率が現在半分である7%の場合は供給は 28% しか増加しないということで、現在のトークノミクスがアトムにもたらす実存的脅威と、それを調整する必要性について、やっていたということで、載っておりますね。それについて今ねずっとね問題視されているところで、いろんな展開、改善というのが待っているのかなと思っています。アトム、アクセレーター DAO によってね、今いろいろ動いてますけども、アトムにとって、良い、DAO になってますが、こちらも動いてますし、DAO はですねニュートロンおよびロングハッシュと提携してですね今後ね、前も動画にしてますけども AEZ アトム経済圏についてですね良い方向に向くようにですねやっているということになってますね。で、このアクセレーターと、ビルダーフェローシップを立ち上げましたということでね、これが選ばれた30のプロジェクトに知識ネットワーク資金を提供して、企業家に力を与えることを目的とした、12週間のプログラムですということで、これをやっていくと。で、DAO はアクセラ USDC のために財務省から80万ドル相当なども購入することでポートフォリオを多様化し、運営費と助成金の約束のための資金を確保するという、コミットメントを示した。運営費と助成金の約束のために資金を確保するというコミットメントを示したというふうにあります。はい、拡張機能っていうところではですね EMOS の、前回かに、動画撮ってますが、はい、前々回ぐらいですかね、はい、これもですねちょっと進展があってアップグレードが、いよいよということになってます。はい、メタマスクの方もですね、どんどんですねこうね通信ができるようになってくるんじゃないかなと期待しております。はい、ということでね本日は、日銀の方が日銀の CBDC の話がねメインでしたが、アトムの進展もどんどん行われているので、はい、今後の展開を、どんどんね見ていきたいと思っています。はい、ということで本日もご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。